二人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。バイモンちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか。あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。お前に案内してもらう必要がどこにあるんだよ。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。機密の話をしていたわけじゃない。むしろちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな、この件の主役に話してもらおうか。うん、クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室でドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか。こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。うん、わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って、ごめんなさい。それから、ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。って、書いてあったの。ああ、アリスからだったのか。それが一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。うん、ママのお友達のお家はスメールにあるの。もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意思もなかなか固くてな。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。なるほどな。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。英雄騎士のお姉ちゃん、いい？やったー。英雄騎士のお姉ちゃんがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ガイア、君も一緒に行ってきてくれ。この間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫。ママの手紙には不思議な招待状もついてたの。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら
瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。おお、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないからむやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろう。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだしちょうどいいぜ。それで賢いパイモンは誰か思いつくか。ひひいそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだな。でレンジャーが普段よくいる場所は、うん、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんたちを信じてる。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。風の導くままに、君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレー。分かってるって。クレー気をつけるから。よーし、出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村、ガンバルダー村。おい、今何村って。おい、変なところに転送されちゃうんじゃないかと思ってビビったぞ。ごめんね、わざとじゃないよ。そりゃ分かってるけど、でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。面白い、本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコも。スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えばえ、そんなのあったか。っておい、まさかオイラのことじゃないだろうな。クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが、不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。本当？じゃあクレイも帽子をぶつけ返す。クレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるよ。少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあオイラたちは仲良しだからきっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん、爆弾で周りのものを爆発させないよう気をつける。できるだけ。本当か、いい子じゃないか。クレイも大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ティナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。